松岡洋子、1972年代は、アメリカの計算機科学者、企業経営者、Google Nest の CTO、Google X の共同設立者であり、かつては、クオンティスの CEO、Apple のテクノロジーリーダー、Nest のテクノロジー担当副社長を務めた。2019年10月17日からは、日本のパナソニックで、フェローに就任している。2020年には、 常務取締役に昇進した。1972年に東京で生まれた。16歳の時にテニス選手を目指して単身渡米マリアシャラポワや西コリ系を輩出したフロリダの名門スクールニックボロテリーテニスアカデミーに入塾した。10代後半で怪我のためテニスの道を諦めるが、その後は一緒にテニスをするロボットを作りたいとカリフォルニア大学バークレー校。 マサチューセッツ工科大学大学院に進み、電気工学とコンピューター科学を学んでいる。カーネギーメロン大学の助教授、ワシントン大学のコンピューター科学、工学の准教授、ワシントンの神経研究所のディレクター、感覚運動神経工学センターのディレクターなどを歴任した。ありがとうございます。